はい、こんにちは。今回はレジェンドボクサーが初めて負けた試合を紹介いたします。フリオセサールチャベス。メキシコの英雄フリオセサールチャベスは無類のタフネスとスタミナを武器に完璧な強さを誇り、デビューから90戦負けがなく、89勝74 KO 一引き分けの戦績で3階級を制覇いたしました。 The Surgeon Randall。 ランドールはアマチュアで263勝23敗の戦績を誇り、1983年にプロ転向し、サージェンの異名を持つクールな技巧派としてじっくりとキャリアを積み上げ、プロキャリア12年目にしてチャベスに挑戦いたしました。序盤はランドールがスピードで翻弄し、中盤から王者チャベスがプレッシャーを強め、インファイトに持ち込むのですが、ランドールはチャベスの打ち終わりを狙って反撃し、距離を作ってチャベスの攻撃を遮断します。そして11ラウンドに素晴らしいワンツーが王者の顎を捉えるのです。黄金のバンタムと謳われた50戦無敗の王者エデル・ジョフレの9度目の防衛戦に、元世界フライ級王者ファイティング原田選手が挑みました。無敵王者に挑戦した原田選手の勝利を予想する人は皆無でした。しかし原田選手は自分を信じ、同じ人間じゃないか、絶対に勝てると猛練習をして準備をし、大一番に挑んだのでした。原田選手はいつものラッシュ戦法ではなく、ヒットアンドアウェイで戦っていましたが、4ラウンドに原田選手は猛ラッシュを敢行しました。試合は原田選手のペースで進んでいましたが、王者ジョフレは5ラウンドに強いパンチを続けざまに当て、原田選手はダウン寸前に追い込まれました。当時の世界王者は8人しかいない時代で、世界王者の価値が高く、加えてジョフレの無敵ぶりと原田選手の人気から、この試合のテレビ視聴率はなんと 54.9% だったのです。
このリング上のソラテ、あるいはライト級のロベルト・ディラン・メキシコ、そしてジュニア、フェザー級のアルゲーロ、この3人をいわゆる中軽量級のビッグ3として、アメリカのボクシングジャーナリストも特別扱いしております。カルロス・ソラテはデビュー戦から23連続 KO 勝利をし、24戦目で初めて判定決着になりましたが、次の試合から28戦連続 KO 勝利を収めました。40戦目で WBC 世界バンタム級王者となり、そのベルトを9度防衛しましたが、すべて KO での防衛でした。Gボーイズの2人がついに戦うこととなったのですが、当時の2人の戦績は、サモラが29戦全勝全 KO に対し、ソラテは45戦全勝44 KO でした。フックを振り回すサモラに対し、インサイドから放つソラテのパンチがここでも有効にヒットします。ゴメスは6度目の防衛戦で52戦全勝 51KO の WBC 世界バンタム級王者カルロス・ソラテの挑戦を受けます。戦前の予想ではソラテが有利でしたが、ソラテが試合直前に風邪をひき、また減量で苦しみました。ソラテは体調不良のためもあって勝ちを急ぎ前に出ますが、王者ゴメスが巧みにいなし、4ラウンドに強烈な左フックのカウンターが炸裂するのです。5ラウンド、ついにソラテがバズーカの連打の前に力尽きてしまいます。モハメド・アリは1960年ローマオリンピックで金メダルを獲得し、プロ転向後も連勝を続けました。当時のヘビー級ボクシングは力任せな殴り合いだったのですが、アリは華麗なフットワークと鋭いジャブを活用するアウトボクシングを持ち込みました。アリがブランクを作っている間、ジョー・フレイジャーが統一世界ヘビー級王座に戴冠し、アリは復帰後王者フレイジャーに挑戦いたしました。この時王者フレイジャーが26戦全勝 23KO、 アリが31戦全勝 25KO、 そしてフレイジャーが東京五輪の金メダリスト、アリがローマ五輪の金メダリストという無敗で金メダリスト対決は、ザ・ファイト・オブ・センチュリーのキャッチフレーズが付けられ、生中継は世界33カ国に放映されました。最終15ラウンド、
逆転敬語を狙う兄に対し、フレイジャーが得意の左フックを炸裂させ、アリがダウンを喫しました。Champion number one!